中都度公正体質の特色現代人のほとんどが人どころ性体質に傾きやすいのに対して中都度構成体質が強くなるのは少数です純粋に中都度構成体質というよりも人どころ性体質との合併症ともいえる体質者の方が多いと表現した方が良いのかもしれませんまた地域差や生活習慣的な違いによっても 発生比率は変わると言えます。というのが和歌山県の五号市に自然研修所があるのですが当地はみかんなどの果物の産地でもあり普段から組織の緩みやすい果物を平均的に多くとっているためこの中とど抗生体質になっている方が比率的に多いように感じられます非とど抗生体質との合併体質の場合は健康法を行う上で 人どこうから中とどこう中とどこうから人どこうというふうに時として体質変化を起こしますので中とどこう性体質に対する対処法を十分理解しておいてほしいと思いますこの中とどこう性体質は比較的筋肉組織は柔らかい人が多い表面的には冷えがあるものの体内の超熱は高めで上半身は 暑い、のぼせの症状が出やすい、影と非双方の要素を併せ持つ特徴があります。冷えがあるから食べて体を温めたくなる。食べすぎるから塩分、食品添加物などが未処理のまま体内毒素となって蓄積しやすい。という悪循環になりやすいので、この体質者の場合は生活習慣そのものを根底から見直して。 改善に努めてほしいいと思います。次に中滞行性体質の傾向を示します肌の色はもともと白く太り気味または肥満冷えのぼせ症下半身に冷えがあるが上半身はいつも熱くのぼせやすい食欲が旺盛で食べ過ぎてしまうまたは甘い菓子などの感触が多い 風邪はよく引くが23日で治る。便秘になりやすい。足の関節に水がたまる。入浴が長いと疲れる。上半身にばかりに汗が出る。または汗かきタイプ。動機、息切れしやすい。慢性の腰痛がある。以上の項目で相対的に当てはまるところがあれば、中とど構性体質の要素が多分にあります。 中とど滞性体質は女性に多いが男性でも肌の色が白く肥満になりやすい方はこの傾向があるので注意が必要です中性脂肪が多くなると全身の血行を妨げ心臓にも負担が多くかかりますそれだけではなく皮膚呼吸が悪くなり全身的に酸素の不足状態が起こります 体内酸素不足と体内毒素の蓄積そしてなおかつ冷えも解消する条件として一豊か性質なものに発汗を促進する酸塩分や毒素を排出しやすいことが挙げられますこの3項目にぴったり当てはまるのが生姜温熱法です漢方薬としても用いられる生姜生姜乾きょうはからしやし裏感を温め 水院を産事と解説されるように熱性刺激で新陳代謝を高める作用に富んでいます血行を促進するだけでなく感染を開き毒素を排泄しやすくする条件に最適なのです